えー、デジタル庁が9月から創設されますが、もしひろゆきさんがデジタル庁の全権限を任されたら何を行いますか <laughs> まあ、とりあえず、あのココアをなんとかするんじゃないですかね。あれがデジタル庁の権限なのかわかんないですけど、あの僕、そのなん Twitter とかでいろいろ社会についてどうだとか言ったりとか、まあ、あのこの録画的なやつでこうあの適当に文句言ったりするので、あのこう、まあ多分デジタル庁について文句を言うだろうとは思っていたんですけど、ただなんかあの、 デジタル庁に文句を言った時には、なんか、じゃあお前がやれって言われるのが嫌なので、あのデジタル庁の応募に申し込んだんですよ。<laughs> で、そしたら、あの、落ちたので、そういう意味で、あの、一応気兼ねなく言える状況に上がりました。はい。 <laughs> なんかその文句を言う時ってその対案を要はその文句ばっかり言ってないでちゃんと対案を用意しろっていうのがまあ僕はそれはある種正しいとは思うんですけどっていうのもあるしでじゃあそのデジタルに関してそれだけ文句言うんだったらお前デジタルに関してじゃあお前がやれよって言われるのもあのまあ当然想定されるのでどうせそうなるんだったらじゃあ申し込んでみようと思ったら落ちたっていうのがあるのではい。でですね あのある程度そのスマホであの個人情報を含め決済していくっていうのをちゃんとあのデータとして残すことで脱税ししづらいいい社会にしたうがいいと思うんですよねあのまあ日本の場合ってその結構脱税し放題みたいなのがあってその悪いことしてる人ほど税金払わなくてなんかちゃんと働いてるサラリーマンほどやたら税金取られるっていう状況があるのでなのであの 何らかのその消費をした場合にはそこがある程度データとして残ってでこれだけお金使ったってことはあなたひょっとしてもっと稼いでるんじゃないですかちゃんと納税してくださいよっていうのをある程度自動的にした方がいいかなっていうのとあとまあエストニアが割とやってるんですけどその確定申告みたいな仕組みがあるんですけどあれって別になんか人間がいちいちやる必要なくて じゃあその銀行に振り込まれた給料がこれでじゃあ,そのあの証券会社から振り込まれたその売上とかあのその株での配当がこれでっていうのを全部合算したらこの人税金いくらだよねって自動で計算できるはずなんですよ本質的には。本質的にはいちいちそのなんか納税者一人一人がやる必要なくて全部自動でできるじゃんっていう話なんですよね。なのでそこら辺全部自動にしちゃった方がいいんじゃないかなと思ってたりします。 まあただそれやるとあの税理士の仕事が溢れるので、すげえ税理士から反対を受けてできないみたいなことになると思うんですけど。まあアメリカはそれで失敗しましたね。皆さんチャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるからクリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります。そちらの方もご覧ください。それでは髭味でした。バイバイ。